マスクの着用が定着し、口紅の需要が下がり、アイメイク商品の売り上げが伸びているんです。上海で今日、化粧品の大規模な見本市が開かれました。中国では新型コロナの影響を受けた去年でも、特にアイメイク中心に売れ行きが伸び、化粧品の輸入額は過去最高を更新しました。そのうち日本からの輸入が最多の 25% を占めています。